4問以内に全知の問題があったら正解の確率 80% とかそういう人引っかかっちゃいます。あ、そうです、ごめんなさい、今のないですから。 Hi everyone, this welcome back to my channel。 今日は森哲さんに来ていただいてます。 Hi, hello there。 ね、こうカバンの中からあ、ごめんなさい、出てきた感じですか。あ、こっからはい、こっから出てきた、はい、スーツケースから出てきました。森哲さんといえば、まあ、テックじゃないですか。はい、あ、そうですね、そうですよね、はい、で、私はあの最近12月、うん、1月に、はいはい、あのやっと満点を取りまして、おめでとうございます。もう何回も撮ってらっしゃるんで、なんかもう本当恐縮なんですけど、はい、いえいえ、こんなことわざわざ。でももう100回とかですよね、100何回。そうですね、113とか4とかのその辺だと思います。はい、いや、で、私満点の前が985が3回ぐらいなんですよ。990に到達しないんでなかったんですね、うん、ずっと1、2年とか、はい、なんですけど、その満点を取るコツみたいなのを教えていただければなと思います。はい、やっぱり受け続けることっていうのが一番ですけど、当たり前ですけどね。え、でも毎回撮ってるんですよね。いや、でも毎回もいいですよ。あ、そうなんですか。はい、僕はマークミスとかする人間なんで。あ、なんか一回全部ずれたって言ってましたよね。一回全部ずれることないですけど。あ、全部っていうか、なんか、はい、間違えて。ずれて大変だったこととかも、はい、そうですよね、ありますし、うん、性格きっちりしてる人は撮りやすいですよ。あ、片付けられない、まあね、こう映ってないですけど、片付けられない人間は撮りづらいです。あ、でもそれでも、まあ、それでも撮るためにそこの上のレベルに行かなきゃいけない。トイックっていうのはその全問正解しなくてもいいので、うんうんうん、だから全問正解を目指しているわけではなく、うん、何個か間違えちゃうだろうけど、そうですね、それでも撮ろうっていう。それでも、まあ、ほぼ100に近い点数を取ったら990点が取れるという。そうですね、特に、まあ、リーディングが、まあ、1問ミスまでだったらのことが多いんで。あ、そうなんですね。リスニングはもう3とか間違えてもいくんで、だからリスニングはもう全然なんかもう、リーディングの方が重いんですね。そうです、リーディングの方が大変です。うーん、で、リーディングの方が難易度も高いので。そうですよね、だって時間間に合わない人がめちゃくちゃ多いと思うんですよね。すだから、まあ985とか取ってる人だったら受け続ければまあ、あ、いつかは取れるっていうのがあるんで、ま、それがまず1個目なんですけど、はい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 、まあそんなことを言ったってみたいな、受け付け続けたってそれないよみたいな人がいると思うんですけど、うん、その時に僕はもういつも言うのは、英語力でぶっちぎるか、あ、トイック力でぶっちぎるか、トイック力、はい、どっちか、ま、英語力は普通に、ま、リーディングとリスニング、特にトイックだったら、はい、を鍛える、うん、もうそうですね、それでも本当にぶっちぎるレベルがあれば、うん、トイック2000点ぐらいの力があれば、小賢しい引っ掛けばっかりですから。あ、思います。その引っ掛けをこう見抜きながら、うん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 、解いて、そのぶっちぎった英語力で倒すはい、はい、っていうのが、まあ一つのやり方。ただそのレベルに行く人がなかなかいない。うん、難しいですよね、そんな。ネイティブレベルってことですよね。そうですね、だからまあかなり近いレベルまで一生懸命やるとか、うん、確かにネイティブが受けたら多分普通に満点ですもんね、トイックって。私間違うのもどうせその引っ掛けに気がつかなくて、うん、あっっていうので、英語で引っ掛かるんじゃなくて国語力みたいな。そうそうそう、うん、そんなこと言えるみたいな、推測できる、そんなこととか。あー、わかりますね。あとは情報を照らし合わせる、はい、こことここを照らし合わせて、ちっちゃい米印に答えが書いてあるみたいなありますよね、はいはい、そういうのがあるんで、うん、なんでこのトイック力ですよねの側です。そうです、はいはいはい、こっち側が足らないけど無理やり英語力で押し切るっていう感じ、うん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 、でもう片方はトイックの知識をめちゃくちゃつけていく。これも英語力が、まあ、多少はなきゃダメですけど、そうですね、もちろんですね、うん、英語力ほぼないでトイック力だけでいけるかって言ったらそんなことないんですけど、うんうん、トイックの知識で戦うっていうやつですね。例えばもうこのパターンできたらこれでやる、こう来たらこれが正解とかっていうのをたくさん持っておくこと、うん、だから僕動画でやったことありますけど、選択肢だけでも問題文見ずに選択肢だけでも半分以上は絶対正解できますもん。すごい自信もあります、それは、はい、選択肢だけでも普通に一般の人が解くぐらいの点は取れるだろうっていうのはあります。それぐらいやっぱり決まってるんで、うんうんうん、パターンがあるのでそのトイック力を入れていく、まあ、確かにっていうパターンがありますね。例えばあのコンプリケーティングだったらコンプリケーティング、コンプリケーティング、コンプリケーションとか、はいはいはい、あったら、まあ、多分コンプリケーティッドだろうみたいな、はいはい、ありますね。あの、そういうことですね、はい、ほぼ間違いなコンプリケーティッドですよね。使うものが、そもそも使うものが、はい、はいはいはい、っていう風に見えていく。選択肢だけでも、まあ、これが正解の可能性が高いのはありますね。それ
あれですよね、本当にトイックが好きな人ですよ。なんか英語話したいでトイック力こうやってもなんかあんま意味ないですよね。そうですね、そういう人じゃないですよ。だから韓国とかデータで出てますからね。韓国はもうみんな問題覚えていくのも仕事になってる人たちいっぱいいるんで、ここにこれが来たら何パーセントの確率とかになってますからね。あ、なるほど。そういうデータも出てますからね。最初の穴埋め問題、空襲補充問題で4問以内に全知の問題があったら4が正解の確率が 80% とかありますよ。そういうのデータとして出てますから。そうなんですね、はい、暗記ゲーっていうかもうどんだけデータ知ってるかゲーになってきてってことですね。そうです、そうです。だからもうそのデータで問題とか、うん、まあ今は生成 AI がすごい優れてますけど、もう十何年前とかも下手したら20年前ぐらいから勝手に問題バー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 って出してましたよ、韓国の人たち。あ、そうなんですね。英語めちゃくちゃでしたけど、もうなんか問題だけはもう機械でもバーンって出してズラーンって作ってる人たちいっぱいいました。マニアックな世界ですね。意味ないですね、もうもう英語力の試験だけど本末転倒ですね。そう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 。私の中では ABCD でしたっけ、 IOA でしたっけ、はい、ABCD です。世界的な試験ですか。日本だけじゃないですよ。そうですよね、はい、C が多いんじゃないかみたいな。あ、ないです。そうだ、 ないんだ。それはないんだ、はい、あ、そうなんです、ね、分布もちゃんとされますんで。あ、そうなんですね、はい、そこもコンピューターでちゃんとやられてるわけですね、はい、ちゃんと分布もう分かれないとダメっていう風にしてるんで、そんなんダメ、そういう人引っかかっちゃいます。あ、そうです、ごめんなさい、今のないですから、もう全部平等に、はい、そうなんですよ。だから最後の10問みんなね B だけとか C だけとかやるんですけど、私時間ないとか時はもう C だけみたいなしてます。そういうのが結構あるんで、よく毎回聞かれるんですよ、何が多かったですかって言って、で毎回それを覚えてって発表して、あーみたいな、あー、うん、そうかあ、じゃあ私無理だったみたいな。そう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 、そういう風に最後10問ぐらい A にしたけど、あ、そっちか。そう絶対どれもありますので、必ず分分かれます。そういうトイック力ですね。はいはいはい。まだ読みながらで選択肢でこれが正解だろうなと思って読んでますからね、もう。あ、おー、別次元ですね。そうですね。で時々、あ、いつもだったらこれなのに今回はこれなのかとか、楽しみ方が全然違いますね。そうですね、いや普通楽しまないですからね。そうですね、楽しみ、辛くて受けてますか。そうなんですよ、辛い中僕は分析しながら受けてるって感じですね、うん、でもどん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 難しくなってますから、ね、いやもう思いますよ、すごい思いました、うん、長いし昔と全然違うし、昔は出てこなかったような表現場面がもうやっぱたくさん出てくるっていうのが今のトイックですね。なんでまあそっちの方が僕としては面白いので、簡単すぎてもやっぱつまらないですから、やってる側は余裕だぜへへって別にやってるわけじゃないので、問題分析しに行ってるので僕自身は。体調にもよりますよね、トイックでも。うん、そう思います。なんか集中力キレキレの時とか、長めのなんか3問解かなきゃいけない、うんうん、リスニングとか結構しんどいですよね。リーディングも長いし。はい、その通りですよ。もう全然二日酔いでも満点何回も取ってるし。すごいな。でも皆さんやらないでください。ちゃんと寝て、やらないでください。ちゃんと食べて受けて、食べ過ぎると眠くなるし。二日酔いで試験にはしごしたことありますからね。ティープとトイックを恐ろしいこともやってます。もう私トーフルとトイック連日取ってもその後3日ぐらい寝たくなりました超疲れますあれまあ不思議です、今トーフルの方が短いですからね。あ、確かにこんな時代がやってくると思わなかったですよ。トーフルなんてもう1日ゲームでしたよね。そう、昔はめちゃめちゃ長かったですから。長かったですね。もう今体力勝負2時間以下で受けれるっていうね。人によっては確かに、そうそうそう、飛ばしながら行く人だったら全然2時間いかないんで、そうそういった意味では、まあ、辛いと感じるかもしれないですけど、うん、昔のトフルとかやっぱアイエルツを経験してるから、うん、もう全然全然楽勝ですよね。トイックは本当に楽です、うん、だからトイック力だと思いますよ、うん、どういうパターンが出るかっていうのを。そうですね、英語力ある程度上げてからのトイック力ということですね、はいはい、それが、まあ、満点取るコツです。トイックのパターンをちゃんと頭に入れる。そういうのは問題集とか。そうですね、問題集やっぱり昔と比べて問題集の質がめちゃくちゃ高いので、今は、うん、昔はもうめちゃくちゃでしたけど、トイックやっぱり非公開の試験なんで、うんうん、めちゃめちゃな内容がたくさん書かれてました、本当に本に。今はもうトイック受けてる人たちが書いてくれてるので、うん、自分の経験から。そうです、そうです。なので森哲さんの本とかですね、見たら分かるということですね。はい、頑張ります。攻略法が。頑張ります、頑張ります。書かなきゃ。あ、常にアップデートしなきゃいけないですもんね。アップデートしなきゃいけないですし、難しくなってるし。トイックもね10年単位で変わってきてるんで、2006年2016年で変わりましたんで。あ、なるほどなるほど。2026年なんじゃないかって言われてるんで、うん、もう2024年ですよ。あと2年です。また変わる可能性ありますからね。ぜひですね、トイック力マニアになれとは言わないですけど、うん、こう来たらこうみたいなのを覚えておくといいです。
何月何日に完成しますって書いてあったら別の文章で完成してないんですよ、どうせ。なるほど。メールでもレビューでも何でもいいですけど、何々がオープンしましたって書いてると日付が違ってて正解の選択肢は遅れたってなってるんです、どうせ。はいはいはい、マニアックですね本当にもう決まってます、もうこの何回も出てますからね、このパターン。だからもうちゃんと読まないと分かんないですよね。ちゃんとよく選択肢だからここら辺で見つけたからここってやっちゃうと間違えちゃったりとか、ちゃんと理解しないと解けない、そういう風にできてますので、うん、でもそれを楽しいと思えるかなってね思えるかなってね。私もそんな楽しくないですよ。なんか時間制限とかあんななんかみんな横で受けてる感じがなければまだいいですけど、あ、こうやって引っ掛けようとしてんだなとか面白い、面白いなって思います。あとリスニングとかも when って聞いてて、もう when の関係ある選択肢ないじゃないですか。when って聞いてるのに、はい、なんか next week とかは全くなくて、はい、疑問形で返してきたりとか、そうですね、変化球ってやつですね、はい、パート2の。そう、むっちゃ、あ、これで丸してる人いるんだろうなみたいな思ったりとかしますね。そういうのを楽しめると、楽しめるレベルまでいけたら満点目指せるとそういうことですね、はい、yeah!満点を目指す必要自体はないと思いますけど、まあ、そうですね、ないんですけど、どうしても取りたいっていう人も多いんで、うんうんうん、そういう人たちはやっぱもう修行、もう900点ぐらいの人はもう満点取っちゃいたいですもん。そうなりますよね、うん、その壁がまた厚いんですよ。そうです、ね、満点までの壁が。なんで受け続けることですね、はい、受け続けること。お金と時間があればお金と時間あれば、はい、受け続けることで、でそこで気づいていく。そうですね、会社にお金出してもらってください。あ、そうですね、うん、トイックに出る表現とトイックの答えを出すパターンをどん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 吸収して増やしていく。で別にだからこれ使えればアウトプット、スピーキングとかも使えますから、実はこの覚えた表現、うんうん、なんかトイックの宣伝する意味がないんですけど、特にスポンサーはされてません。またアンバサダーですか今度は。あ、トイックですか、トイックですか今度は。いや、あのお待ちしておりますということでありがとうございます。はい、ありがとうございました。教えていただきました、はい、ということで Thank you for watching! Bye!